って下に引っ張ってこういうこと？そうそう。おお。はい。時間が経ちすぎるこれ。大丈夫だよ。でアクセルを踏みながらクラッチを離す。うんうん、全力なんですかこれ？うん、え？本当に？うん、本当？うん。大丈夫？うん。アクセル全開だよ。大丈夫だよ。ほら、ガーって踏んじゃって。怖っ。うん。本当？はい。はい、そう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 。これ？そう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 。クラッチ持って離す。クラッチ離してもらうよ。はい。こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。花です。みーくんです。カメラマンの葵です。今日どうしたんですか、こんな旧車並べちゃって。旧車、まあ片方ハイエースですけど。旧車だよ、旧車も片遅れだから。トラスト企画の車用車なの。はい、そうですね。これ売るんですか？みんなボコボコぶつけちゃって。なんか見るたびに傷だらけ。傷が増えてきちゃって。結構ね、決まってた感じのハイエース。決まってた車の、みんなやろう。バキ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 ってアワビちゃんの車みたいになっちゃって俺の車バキバキそう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 。ハイエースとクラウンバンって何ですか？クラウンバンどうしたんですか？まだこれあったんだね。これね、クラウンバンね、はい、今日ね、せっかく持ち出してきたのは何かっていうと、何ですか？今日はね、ちょっとね、運転してもらおうと思って、花ちゃんに何何何聞いてない、全く聞いてない。でもね、その前にね、ちょっとクラウンバンの買い取りエピソードあったんですよ。うん、何ですか？ちょっとそれ聞きたいな。僕ら紹介はしましたけど、ほら、あ、ちなみにね、このクラウンバンはなぜ売ってしまったかっていうと、はい、はい、聞いてなかったですね、うん、それ何が、何でしょう、クラウンバン、うん、でも結構綺麗でしたし、うん、車検もまだその時あった。そう、のっぴきならない事情があったんですよ。何ですかそれ？だろう、こんな旧車なのに、奥さんに売れとか、うん、ああ、それは子供でした。ああ、違います。何ですか？お家の庭から出れなかったんです。えどういうことですか？道路が狭くて、物理的に狭くて車を出せなかったんです。あ、それで泣く泣く手放すことになった。そうです。どうやって入れたんだろう。入れるとき簡単です、はい、近所のうちの車が邪魔してるんで、はい、すいませんとかつって車をどかしてもらって、はい、その庭を使って入れてたんです。その庭、人の家またいで入れる、人の家をこうってこう、ね、そこに車が止まってるとね、入れないんですよ。帰ってきてもそこに車が止まってると、はい、曲がれなくて入ってこれない。いちいちすいません、車どかしてもらっていいですかね。あ、めんどくせえ。車を入れるのでめっちゃこうしながら、そうそうそう、すいませんみたいな、毎回そう、はいはい、大変なんです、はい、やだね、ちょっとお家帰るたびまたお願いしないといけないのかって。そうなるとだんだん嫌になってくるでしょ。うん、なってきますね。あのね出るときいいの、出るときは車がないって分かるじゃん、近所のうちで、うん、あ、確かに、ね、そう、出ちゃってるから、うん、今ないなっつって、いや今チャンスで出れるなって思うじゃん。出てって帰ってくるときに車止まってるとき入ってきちゃったみたいな。そう入れないってなっちゃう。気が気じゃないですよね。悪くないんだけどね。毎回これに乗るたんびにそれやるんでしょ。そう、ドキドキして帰ってくるときに車止まってないかなとかっつってさ、そう止まってた場合菓子折り持ってほらね、すいません、車どかしてもらっていいですか。うわ、めんどくせえ。そう、うん、そっちの費用の方がかさみそうですよ、ね、心が折れる。うん、確かに。だからね、売る羽目になってしまったんですよ。嫌になっちゃったね。これはですね、車特有のね、最小半径っていう、最小回転半径ってなんですよ、はい、よくカタログにさ、最小半径って回転半径って書いてあるでしょ、ね、何点何メートルって知ってる、あれはこうハンドルを思いっきり切った時にこう一瞬ね、円を描いてやるとどのくらいの半径かっていう距離、このぐらいで曲がれますよっていうのがあるんですよ、うん、曲がれない車って意外と多いんですよ。普通車でもスポーツ系は割と、うん、多い気がする。ハンドルが曲がらないからとか、ハンドルがこのタイヤがこう曲がりが少ないんですよ。あんまりこう動かない。そうだって物理的に太いタイヤ履いてたら切れないじゃないですか。あ、そういうことか、うん、どうぞ。なんか BB みたいなやつとかさ、うん、あれもなんかハンドル切れないね、キューブみたいなやつ。ああ、そうなんだ。そうだな、おいちゃん、うん、あんまり切れないかもしれない、うん、そうなんだ。そんなにすごい小回り利くとかもないですね、うん、これあれ、ま、だからほら交差点でさ、片側2車線の道路でさ、こうやってこうぐるっと回ってくるときさ、うん、あれみたいな
やばいやばい、文庫戻してそう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 ありますね。小さいこう小回りできた方のがね、あの U ターンできるんですよ。そうですね、シャッて、そう U ターンできないんですよ。うん、なんていうことに。でもさ、でもさ、これ U ターンできなそうじゃない？全然できなそうな気がするんだけど。ハンドルでかいんすよ、こう。しかも、為替ついちゃいます。そこはネックじゃないですか。そうそう、やってもらえますか。なんで私。最初、ミークがね、ハイエースで手本を見せますから。はい、その通りね、あの曲がってきてもらっていいですか。もうハイエースが通るなら、これも通る気がしますね。確かに。おい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 。ハイエースも乗せるぞ、お前、そんなこと言った。え、でも、じゃあ、そのお客さんの、この道路を再現するってことですか？そうです。はい。まあ、そう。今日ね、軽くね、あの、ちゃんとお客さん家まで行って、はい、お客さん家はね、あの、滋賀県にありました。滋賀県？どこかですか？はかりに。はかりに行ってきました。もう一回、メジャーでこうやって、はかりに行ってきました。はい。精密にやるために精密にやるためにやばすごい。じゃあコースこちらです、はい、どうぞ。はい、こちらです。じゃじゃーん。そうだこれ、うん、ちょっと紹介します、はい、じゃあ入り口から紹介していきますか。はい、これメインの道路だと思ってください。はい、はい、意外と広いじゃないですか。ほら見てください、まあまあこう広いでしょ。道路の幅はね、4メーター近くないとね、道路としては認められないんですよ。あ、そうなんだ。はい、はい、はい、知ってますか。はい、以下だと指導、はい、はい、はい、そうですね。あ、ここね、ここお家の門ね。はい、門、うん、あ、これ門、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 はい、お客さん家の前の門。お客さんのお家になったとしたら、はい、まあ、ここから出る感じね。あ、門から出る。はい、こう出てくる。あ、ちなみにね、すごいスピードね、ドリフトしてもらってもいいですよ。あの、こうキュッてこう、キュッてこう、こうここでこう、キュッてこうやってもらっても、はい、滑らして、滑らして、滑らして曲がっても、曲がってもいいですよ。はい、やっちゃおうかな。大体150キロ内でこう入ってくると曲がれ、曲がれ、曲がれると思いますんで、はい。大丈夫ですか。なんでこれ私の役目なんだ。いや、なんか一番ね、なんか下手くそやねえかと思って。そうですね。葵ちゃんの。葵ちゃんそもそも発信できないから。そもそもあれスタートできないから。あの葵ちゃんはね、あの車は、ね、スタートできないんですよ。あの必然的にね話になるっていう。なっちゃったアラちゃん。はい、曲がれちゃったらね。確かにこれ曲がれ。お客さんが下手くそだったってことですかね。一発で曲がれたら、みーくんがね、なんかちょっとしたあのプレゼントをあげますよ。はい。もう、もう一発本番ですか？予習。一本、そうよ、もう練習、そう、練習しようなんて思ってんじゃないだろうね、そんな。なんだよ。わかりました。じゃあ一回だけで、切り返しとかはありなんですか？え？じゃあ5回まで許してあげるよ。その代わりパイロン触っちゃダメだからね、これ。触ったら罰ゲームやりました。パイロン触ったらミクお尻触っちゃうからね。ちょっとこれなんかパイロンのなんか踏んだとあります。これリハーサルしたじゃないですか。これこれリハーサルしてリハーサルしてでしょ。ねえねえねえ、リハーサルしたでしょ。リハーサルしたでしょ。ちなみにここは踏んでいいんですか。ここは、あ、なるほど、ね、ここまではいいんですか。ここまではここはダメですか。タイヤの跡ついてるんですこれ。じゃあこれこうしときますか。ここね、こうしときますか。こうか、ね、はい、抜き打ちチェック。ちなみに聞くんですけど、ハイエースは誰が運転するんですか。それ決まってるじゃないですか。俺っすか。俺か。俺だった。そうそう、俺が運転するらしいです。俺じゃない。え、ミクじゃないんですか。俺らしい。あのね、あんまりね、俺触れないでもらっていいですか。あれ、この後ミーク。ちなみにね、ミークはね、今まで言わなかったんですけど、普通の免許を取るときに、はい、実はね、仮免2回落ちてますから。しかも2回ですよね。2回、1回目ね、脱輪です。何のコースで脱輪したんですか。普通に教習所の路上に出てない。クランク、クランク、クランクで脱輪してて、散々私スカイラインでクランク。2回目はね、ほら、こういうその方向転換っつってこう車庫入れがあるんですけど、でこうポール立ってるんですよ、こうやって、こうこの字にね、はい、あれにカン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 ぶつけて、ね、カンじゃないですね、もうカン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 って出して箱
箱取りしちゃったんですよ。そしたらもう戻れって言われて、うん、あの戻されちゃった。もう終了だ。終了、終了です。はい、そんな過去があったなんて。はいはいはい、まあでも今いろんな車ね、はい、運転してうまいですから。ミークは超下手くそだったっていう情報入ってますけど。ミークはねこの間ね、あのなんと、はい、あのポルシェのカイエンをあの車庫にぶつけまして。リアバンパー、リアバンパーこのぐらい破損したんです。おお、破損しちゃったんだ。ペコってペコって、うん、へこんじゃった。ペコってへこんじゃった、うん、あ、これね、あのバンパー交換しないといけないなと思って、うん、ポルシェセンターにね修理お願いしたんですよ、ディーラーさんに、ディーラーさんに、うん、そしたら請求が80万かと思って、うん、車買いちゃうわ。リアバンパー一つあの交換するのに、正解なのかな、交換するのに80万かかっちゃった。恐るべし、恐るべしポルシェ、すげえポルシェ恐るべし。うちもそういう商売しましょう。ちょもう触ったらもう80万ですから。もう花ちゃんのお尻触っても80万だよね。高額請求しますから。やべえなこれな。後悔させますから。今日やばい、今日やばい。今日気をつけないとな。触った瞬間に触りますからね。そしたら引きます。なんだ触っちゃったらとかって触らなくちゃ俺もとかって触らなくちゃいけない。そのまま引き、そのまま引きます。引き殺されちゃうからね。やばい、それで引からみちゃうから。やばいな、違う保険払う、違う保険出ちゃうな。生命保険みたいな感じ。あそこら辺にちょっと放置してきて。あの辺もかけどもこうやって。なになに、美味しいお米になっちゃうぞ。なあ、うん、はい。じゃあちょっと早速やってみますか、うん、じゃあ。じゃあ早速やってみましょう。俺やだな、はい。食べちゃう。はい。じゃあ。意気込みを。意気込み。はい。は粉々にスムーズにいってみたい。共感ですから、あれ何共感だっけ。ああの大曲りです。大曲り共感で、今大曲り共感がですね、はい、あのちゃんと見本を見せますから、はいはい、この通り花ちゃんやってもらうということで、はい、久々にお会いしましたね、大曲り、行くぞ行くぞ早く行くぞ、はい、行くぞ行くぞ、大曲り共感お願いします、はい、共感だからね、共感だからね、さあ、お、慎重に慎重に、一番の左かギリ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 、ギリギリギリを通してきたね。ほらこっちか。すごいこう寄せてんね。ほら見て。そう寄せてる。ほら見て。すごい寄せてる。すごい寄せてる。寄せてるよ、ね。はい。うん、はい、こっからどうするんでしょうね。はい、はい、もうハンドル、もうハンドル切ってんで、ハンドル。ほらほら。ハンドル、ハンドル早くね、切んの早くね。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 ああ、今見た、あ、見た今、はい、今ワンタッチです、ワンタッチ、はい、ワンタッチ、はい、さらに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 破壊してる、これ無理だって、あ、あらららららら、危ないよ、あ、触ってる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 、あ、ダメです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 、あ、大回り許可許可許可の資格なくなりました、許可許可教官、教員免許剥奪ですよ、これ。あー、ハイエースがゴビゴビになる。はい、あ、そう、あー、もう、パイロンが、あの、一番、諦めたー。阿部ちゃん、パイロン破壊してたら、大曲り教官、大曲り教官、もうあれだね、もう教官の免許剥奪だよこれな、これ、これひどいなこれ、グワングワンになっちゃってだよ、でもこれ初めてじゃないんですよね、やってる人何のこと、なんかねちょっと後ついてたこれ無理だってよ、こんな曲がんのよ、何のこと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 、猫に似た人が当ててた、え、そんなことあんの、そんな夢を見た気がする、あ、夢だよ、夢、そんな夢を見た、触れる時も夢だったね、ほわほわほわみたいな、そうそう夢か、あのあれだね、さ、あれでも触れた気がするって言ったら夢だったと思う、大丈夫なんだ、阿部ちゃんしょうがないからミー君がやってあげる、あ、じゃあちょっとお手本お手本お手本見せて、ダメだな本当に、意気込みをどうぞ、ミー君はね、はい、あの大回り教官と違ってね小回り聞きますから、はい、おー、はい、はい、あのこれハイエースで通れないと企画倒れになっちゃうんで、はい、お願いします、小回りミー君ですから、小回りミー君ですか、うん、そうそう、ちょっと緊張してそう、犬の小回りさんですから、じゃあちょっと回りましょう、寒い逆もいただきましたね、よし行くぞ、はい、お願いします、
もう超ギリ、ほら見て超ギリ、これ見て、ほらこの超ギリ、ほらほらぴったり、ほら見た、ギリ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 、ほら慌てるじゃないよ。ですか？まだ切らなくて。慌てるなよ。まだまだだよ。え？まだまだ。まだまだ。おお、だってもう当たっちゃいそう。こっちはだいぶね余裕なんだけど。こっからだよ。やってきた。こっからこう。お？前よ。おお。キュッ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 。はい、1回目の切り返しです。まあ余裕ですよ、ほらほら、おお、こっちも余裕、いけたね、いけちゃった。多分リハーサルの時はねここだけの話、あのミク3回ぐらいここやってました。悔しいけどあれテイク3ぐらいそうそうそう、行っておりますしたね、おドヤ顔すごい。あ、4度目にしてやっと成功しましたね。練習の成果出ましたね、練習の成果。犬の小回りくんですはい、小回りくん犬の小回り、はい、ハイエースでは通れる。メインイベントです、花ちゃんお願いします、はい、いやここはね、面白いあの 絵が撮れるような感じになってる、ね、絶対に面白いと、はいはい、絶対面白い、いや面白くならないようにします、はいはいはい、通っちゃいますから、はい、あなちゃん今本当にね、さっき聞いたばっかですからね、運転するって、うん、そうそうそう、あのちなみに私一回も練習してませんから、ね、練習してない。まあ本当はなちゃんじゃなくて本当阿部ちゃんとかねやる予定だったかもしれないけど、いや俺クラウンバンドは取れ、もうすでにねハイエースで失敗してますから、はい、小回りできないです、大曲がりしかできない、大曲がりですからね、共感ですから、はい、そうですね、はい、やばいですねこれ、はい、やばいですね、そもそもこれどうやって運転する、コラムシフト、はい、これ一足急車すぎて、急車すぎて分かんない感じ、エイストしないようにチェックしてください、はい、バック分かりますか、バック、バック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 は、バック分かりますか、うんうん、これかな、これかな、うん、ちょっとやってみる一瞬、あ、おお、バックな気がしますね。僕の予想言っていいですか、はい、サイドブレーキ解除できない、おできた、じゃあ早速やって、おーい、バックして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 る、はい、最近バックできるようになっちゃったんだね、いや、うん、バック、うん、好き嫌いあるよね、はい、はい、花ちゃんじゃん、帰るぞ、花ちゃんバック好き、バック好き、前と後ろどっちがいい？でマニュアル車はバックの方があれ簡単ですよね。ああそうなの。はい、エースしないか。はい、じゃあ意気込みをね。そう、意気込みは、はい、花ちゃん絶対曲がるぞ。絶対曲がる。なんかプレゼントもらおう。そうだね。はい、ちょっと横で待ってしまう。マジでやばい。はい。はーい、エーストしてないよ。エーストしてない。おっとちょっとギリギリ、ちょっとギリギリでないけど。もうちょっとやらないと。もっとね寄れるかも。いや、なんでこれだけマニュアル車なんだもうハイエースより前が長いから前気をつけて、うん、はい、一発目の演奏ですはい、はい、はい、いただきましたはい、はい、いただきましたはい、これもう曲がれない、はい、なんか文句言ってますよなんか文句言ってます、なんか文句言ってる、うん、なんかブツブツ言いながら、うん、曲がれねえとか重っ、うん、なんでマニュアルなんだ、重い、ハンドルが重いって言ってる、ハンドルが重いって言ってる、本当だ、戻っちゃう、重すぎだから、おー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 いいね、いいね、いいね、アブチャルいいんじゃないのこれ、はい、アブチャルいいんじゃないの、おー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 いい感じ、いい感じ、おー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 、あぶねあぶね、あ、ほら、ほら、お、上手、ギリギリよ、そう、ギリギリじゃないとダメだね、はい、ギリギリ攻めない、マジで重いこれ、ミクもよくね、ギリギリを攻めてるんですよ、はい、いろんな意味で、いろんな意味で、はい、カラーをね、言うときはギリギリを攻めてるんです、はい、ギリギリ
得意ですよね。そう、ギリギリ得意なんで、はいはい、おーっとハンドル切って、おお曲がれそうじゃない、行けそうじゃない、行けそうじゃない、もう行ける行ける、おおおお、ちょっとちょっとエンジン音がうるさいですけど行けちゃうんじゃないの、行ける、行ける、あー行けちゃった、いやーすごい熱い、これが結果でした。コーン倒れず企画倒れって。これ企画倒れじゃないですかね。これ倒してもらわないと。倒してね。ミサも。落ち壊してください。そうそうそう。コーンどころかバーも倒さないと。ね、ダメじゃないですかね。はい。取れ高。取れ高。なんかつまんないな。な。じゃあ成功したんだけど。なんか期待してるものと違うもの出ちゃってね。二人がブツブツ言ってるよ。なんだなんだ、文句あるんですか。何色ですか。さあ、なんか何色ですって言われた時と同じぐらいの、そうですね、これだけがちょっとねえ、もうね、さすがなんかね、なんかつまんないな、ね、上手になっちゃうと、じゃあ、ということで、葵ちゃん大丈夫、ピンチヒッターいるから、ピンチヒッター、私、日が来るピンチヒッターいますから、ね、粘ってまあ、免許持ってない葵ちゃんが車を運転するそうです、急遽番組的に、ね、企画倒れになりまして、ね、はい、急遽何の台本もなく葵ちゃんが葵ちゃんがやることになったので、大丈夫、ブレーキ左足で踏めば、はい、もしあれだったら後ろから手で押しますんで、はい、それでお願いします、そうそう、後ろ向いてもらっていいですか、あ、いや大丈夫、今は大丈夫、車でこれで手で、アクセルは最初から全開にしないとエンストするからね。全開にするんですか？そうそうそう。全開にして。全開にして。説明から。左足でブレーキ踏めば大丈夫。踏む。うん、これは？うん、クラッチはゆっくり。クラッチいつ踏んでんの？クラッチはギリ。待って、最初は？はい、行きます。事故るとしてね。事故ってもうみんな。うん、もうついに教官に、そう、花ちゃん教官、これどうやってやるの、あ、これ三点式だえ、お尻の下にある、あった、え、これがこれ、はい、そうです、これがこれだ、はい、そうです、はい、はい、あ、それでいいんじゃない、これでいいか、それでいいよ、それでいいよ、はい、それでいいよ、とりあえず何にも守られてないけど、これ、はい、まずはブレーキ踏んでで、クラッチも最後まで踏む、踏んで、お尻短いんだが、これ前に行かないから、うん、ちょっと浅めに、あ、オッケー、で、ギアを、うん、うんと、手前に引っ張って下、手前に引っ張って下、オッケー、それで一足、うん、はい、で、うんと、ブレーキから足を離して、うんうん、アクセルの方に移動して、右足を、これをね、そう、で、うん、全力で踏んで、はい、踏んでください、サイドブレーキも、あ、サイドブレーキだ、サイドブレーキ、そしたらサイドブレーキを、これどうだっけ、こう引っ張って下に引っ張って、こういうこと、そう、おー、でアクセルを踏みながら、うん、クラッチを離す、全力なんですかこれ、うん、アクセルは全開で、ほんと、うん、大丈夫、うん、アクセル全開だよ、大丈夫だよ、ほらガーッて踏んじゃって、怖っ、うん、本当、はい、うん、はい、そう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 、これ、そう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 、クラッチポンって離す、クラッチ離してもらうよ、はい、ねえ、この好きなこの人たちはねえ、一番笑ってんのはあの人みんな分かってて誰も言ってくれないひどい会社だ怖い、なんかさ、3つあるとどれがブレーキか分かんなくなって、すごい怖いブーンエンジンどれだっけ、あ、これね、あ、全力だとああなっちゃうから、ゆっくり離しながら、うん、アクセルを踏めば大丈夫、あ、待って、うん、いや入ってないから、オッケー、で手前に引っ張って下、これだね、これでオッケー、オッケー、あー無理あ、動けたしたほら、見てほら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 すごい、うまい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 、これだエンストってエンストってこれだ、クラッチを
急に話したり、あとアクセルを踏まなすぎるとなっちゃう。うわー、待って。これちょっとクラウンのクラッチなくなっちゃうかもしれないですね。まあクラッチのクラウンの中だったらクラウンごとなくなりますから。終了、はい。終了です。はい。あ、お、進んでる進んでる。いいねいいね。おーい、いいねいいねいいね。おー、うまいうまい。また？もう動いた動いた。できてるすごい。また？めっちゃできてる。さすが。さすが花教官。花教官。ということで、このまま止まらずに出発します。止まらずにおじさん、おじさん引いたいと思います。はい、寄せて寄せて、はい、おら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 い、待って、おらい、おらい、はい、はい、はい、来て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 、ちょっと待ってちょっと待って扱いが分かんないんだがこれで、おぉするから、で、もっと離してもっとバックする、オッケー、お、なんか学習したんじゃないですか。もっともっと左に寄ってから曲がろうとしてるんじゃないですかね。バックまで来てる。こういう感じね。そうそうそう。でもう一回バックして。初めて乗ってると思えないぐらいの。だよね。筋いいんじゃないですか。何話してるんですか。これでいいか。左足でブレーキ踏んでるだけありますね。左足の手を。はい。クラッチは得意。これ得意な感じで。はい。なるね。すごいすごいすごい。いいじゃん。左に寄せてます。上がっちゃえ、葵ちゃん。頑張りたい。いい感じ。おお。よれよれよれ。はい。待って、大丈夫だよ。そう、クラッチもっと踏めば。おーおーおーいいね。待って、これめっちゃ重いから、待って、踏んで、はいはい、近代と、よし、はい、はい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 、絶対ギリギリだよね、これぐらい、うん、で、絶対にやってやりたいぞ、はい、こうして、こう、で、ブラッバックはクラッチを離すだけ。うわ、頑張りたいぞ、私は。頑張れ、頑張れ。全力っていうね。はい。で、また一足に入れます。いくよ。よし。これ。来て、めっちゃ硬いのこれ。おお。あ。おお。いける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 。うそ。エースです。ああ。待って。これを。ああ、待って。足が疲れる。めっちゃこっちに。重いって感じでこれ。いきますよ。あ、いいねいいね。おいいねいいね。おお、すごいすごい。いいねいいね、うわ、来た。イエーイ。すごい。やったー。行けちゃいましたけど。何数字がいいっていう。みんな企画。今ぶっつけ本番でやらしたんだけど、あのできてしまいました。やったー。むしろ花ちゃんより上手なんでしょうか。やったー。すごいな。全力で踏んで。ブレーキ。すごい。すごくないですか。人生初めてですよ、私。マニュアル初めて乗ったのに。すごいですよね。もう運転できてる。すごい。はい、いけた。やった。素質がある。イエーイ。なんかあの坂道発進繰り返した花ちゃんよりもしかして素性いいんじゃないですか。筋がいいね。いいですよね。やった。企画倒れ、また今日のね、動画はね、はい、すいません、企画倒れになっちゃいました。本当はあのパイロンをね、倒してもらって倒れるはずだったんだけど、企画が倒れてしまいました。大変申し訳ございませんでした。そんなこともあるよね。今日のこれ、クラウンバンのオーナーさんのドライビングテクニックがなかったってことですかね、うん、もしかしたらそのことですかね。そういうことですかね。そういうことですね。庭から出れないんじゃなくて、出せない、出せなかったのは、
オーナーさんがいけないってことで、はい、結論つけました、はいはい、実証実験は以上になります。もう今日はね冷や汗かいちゃったでしょ、やばいです今汗ダックダックです。じゃあ一緒に風呂入ろうか。一緒に汗流そうか。一緒に汗って大丈夫ですもう。それがこう洗ってみようか。おしゃれだったね。もう疲れちゃった。今日は1本取るのにね1時間以上かかってしまいました。かかりました。準備といい。そうそうそう、企画倒れだし、企画倒れだしグダグダです。はい、でも楽しかった。でもいいよねっていうことで、はい、面白いなと思ったら高評価よろしくお願いします。お願いします。登録もお願いします。はい、また次 のまたねこういうくだらない動画ねやってほしい場合はね企画をね撤収してください。はい、企画案待ってます。待ってます。ファックスか、はい、今日の動画はね企画をね待ってるって動画ですから。そういう動画だったのか。はい、そうです。長かったな、前振り。そういうことか。そうそう、ここまでの前振り。てっぺん回っちゃうからほら。ふざけてってね。巻きでやんないと。巻いてくださいよ、こうね。撤収しますか。はい。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。